ミラノミラノはイタリアで最大の都市圏人口を要する都市でミラノ県の県と及びロンバルニア州の州都であるヨーロッパ有数の世界都市イタリア語のアクセントの関係でミラーノと記されることもある英語ではミランフランス語ではミランドイツ語ではマイランと、スペイン語ではミランラテン語ではメディオラーヌムという ミラノは、イタリア全土では、首都ローマに次ぎ、第2位、北部イタリアにおいては、最大の都市で、商業、工業、金融の中心、観光地としても名高い、1982年に160万7804に見た、人口はその後の1990年代頃からの、近郊都市へのドーナツ化現象による、人口流出の影響で長く減り続けたが、 ここ数年はおよそ130万人前後の人口で落ち着いている。2013年時点の人口は132万4169人。2015年の均衡を含む都市圏人口は約526万人であり、イタリアで最大、南ヨーロッパではスペインのマドリードに次ぐ都市圏を形成している。日本の若か内市とほぼ同位度に位置するが、 最寒月の平均気温がおよそ摂氏5度程度と比較的温暖。ミラノコレクションなどで知られるように古くから、服飾、繊維産業など、ファッション関連の産業が盛んな土地柄であるが、近年は、航空産業や自動車産業、精密機器工業なども発達しており、イタリア最大級の経済地域を形成している。 日本の民間研究所が2016年に発表した世界の都市総合力ランキングでは世界31位と評価された。また、アメリカのシンクタンクが2016年に発表した世界都市ランキングでは世界45位と評された。ミラノは古代にはメディオラヌムといい紀元前600年のケルト人の街を元にしている。222年にローマが征服したが、 そのどちらにもメディオラナム、平原の真中と呼ばれた。二百九十三年から四百二年までは、マイランドとも言った。その後は、ローマ帝国の下で繁栄した。四世紀、司教、アンブロジウスと皇帝テオドシウス一世の時代には、西ローマ帝国皇帝の宮殿が置かれ、西ローマ帝国の首都であった。四百五十年頃、アッティラに指揮された、粉族の略奪を受け、 539年には、ゴート族に破壊されたが、8世紀末頃に、再び繁栄し始めた。中世を通じてミラノは大司教に統治されたが、都市の独立性を、ある程度保ちながら、仮想の封建貴族たちは、次第に大司教の世俗的支配から脱していった。東ゴート王国、東ローマ帝国、ランゴバルド王国の時代を過ぎ、11世紀にはそうした。 貴族たちがミラノを裕な自治都市へと変化させ、成長の回復と神聖ローマ帝国からの独立を果たした。1162年、ミラノは神聖ローマ帝国のフリードリヒ一世の軍隊に破壊された。しかしすぐに復興し、ロンバルニア同盟を結成して、1176年にはレニアーノの近くでフリードリヒ一世を打ち破った。この勝利でミラノは、 新しい繁栄の時代を迎えた。1277年、貴族のビスコンティ家が、領主のデッダと出てから、ミラノの統治権を奪った。中世後期とルネサンス時代にはミラノは、ビスコンティ家とスゴルザ家のミラノ公国になった。1395年に、ミラノ公の称号を授かった初代、ミラノ公ジャンガレアッツォ・ビスコンティ、151から1402年の時代には、 繁栄を極め、黄金時代を迎え、ビスコンティケの支配は1447年まで続いた。1450年には、軍人フランチェスコスフォルツァが権力を握り、ミラノの統治者としての地位を固めた。続いてムスコルドビーコは、学芸の保護にも熱心でレオナルド・ダ・ヴィンチをミラノに迎え。しかし、15世紀の北部イタリアの拡張時代の後の1500年。 フランス軍がこの町を占領。この時レオナルドもミラノを去るが後に裁縫。約二十数年の滞在はこの地にミラノ派と呼ばれるが派、生んだ。スフォルザ家はフランス、スイス、オーストリアに操られながらも支配を続けた。1535年にスフォルザ家の血筋が途絶え、ミラノ公国は終焉した。イタリア戦争後の加藤カンブレジ条約、1559年。 によりミラノは神聖ローマ帝国、ついでスペインハプスブルク家の統治下に入った。18世紀初頭のスペイン継承戦争後、1714年のラシュタット条約によってオーストリアハプスブルク家に帰属することになった。ナポレオンは1796年のイタリア戦役でオーストリア人を追い出し、ミラノをチザルピーナ共和国、イタリア共和国、イタリア王国の首都とした。 1815年、ミラノは、ロンバルド・ベネット王国として、オーストリアの手に戻った。1848年にミラノは、イタリア統一運動の中心地となり、短期間だが、ヨーゼフ・ラデツキーのオーストリア軍を追放した、ミラノの5日間。1859年の第二次イタリア独立、戦争のソルフェリーノの戦いの結果、オーストリアはイタリアに対する影響力を喪失し、 フランスの援助を受けたサルデーニャ王国がミラノをオーストリアから奪取した。1861年にミラノはイタリア王国の一部に編入され引き続き発展した。第二次世界大戦ではイタリアが降伏した1943年以降にドイツ軍及びサロ政権の統治下に入ったためイギリス軍やアメリカ軍をはじめとした連合国軍による 激しい爆撃を受けたが、戦後急速に発展して、復興を遂げた。ミラノは、文化的にも戦後のモダンデザインの発信地として知られ、国際デザイン美術展である、ミラノトリエンナーレが開催されている。ミラノは、イタリア北部で、トリノ、パルマ等の都市と共に、ポウ平原に位置し、南にポー川、北にコモコ島のあるアルプス山麓が位置する。 地形は平坦で標高は122メートル。気候は、欠片の気候区分で温暖湿潤気候に属し、夏は蒸し暑く、冬は寒冷、焚きりである。アルプス山脈とアペニン山脈に挟まれるため欧州で、最も降水量が少なく無風の日が多いが、郊外が最もひどい都市でもある。平均気温は5から9月が、最高20から30度、C。 10から4月が18から6度 C である。科学工業と繊維では、イタリアの初都市をリードし、航空機、自動車、機械やガラス、比較、ゴム製品、薬なども重要な産業である。出版業や音楽産業、数多くの銀行が集まり、イタリアの主要な株式取引所がある。また、毎年4月に、国際貿易フェアが開催される。 ミラノコレクションが開催される地であり、主なファッションブランドでは、エルメネジルド、ゼニア、プラダ、ベルサーチ、アルマーニ、ジャンフランコヘレ、ナラカミーチェ、ドルチャガッパーナ、マルニ、ダウンのタバサ、時計のガガミラノなどの創業地であるほか、バレンティノ、モンクレール、レーバンなどがミラノに本社を置く。トラサルディなど、ミラノ近郊ロンバルディア州内を創業地とするブランドもあり、 また、ミラノから60キロメートルほどのスイス連邦のイタリア語圏、ティチーノ州ルガーノには、ボッテガベネタの本社ノが置かれている。1971年に、バレンティノ・ガラバーニがミラノにブティックを開店し、本社機能も移転。これを機にイタリアンファッションの中心地は、ローマから徐々にミラノへ移っていくこととなった。アメリカのダウ・ジョーンズらの2013年の調査によると、 世界35位の金融センターと評価されており、イタリアの都市では1位である。2015年には地球に食料を、生命にエネルギーを,をテーマにしたミラノ国際、博覧会が開催された。ミラノマルペンサ空港と成田国際空港との間に、アリタリア航空が直行便を運航している。以前は日本航空も直行便を運航していたが、その後運休している。 ミラノは18都市の姉妹都市を有している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。